久しぶりです。どうも久しぶりです。はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。僕らのダイビング仲間のお二人。なんでガイド側の立ち位置なの？あ、お二人ちょっと大島初めてなんで、はい、そうですか、はい、大島面白いですからね。どんな魚が見れるか楽しみ、ぜひ楽しんでいってください、はい。まあ、大島はね、見たりも見れるし、カンパも見れるし、あとマンゴーも出ますか。うん、まあ、クジラもね、出るかもしれないですね。レアものばかり紹介してるけど大丈夫？そうなんですね。じゃあ今日も見れちゃうかな。そうですね、海につながってますからね、はい。まあ、運が良ければ。そうですね、運が良ければ、はいはい。多分この風だと今日は秋の浜ですか。わー、そうですね、ここ元町なんですけどね。第1級ポイントの秋の浜、はい、はい、今日行けたらなと思います。勝手にポイント決めるな。よろしくお願いします。当然のように助手席に乗ってくるな。じゃあ行きますか。これ正面がね、房総半島で、今島の東側に来ましたね。いやー、特にベタなぎだからね、煮たりとか出ちゃうかもしれないですね今日。いや、最高な日ですよね。秋の浜、もう秋の浜、そこから入ってて下ってくるんですよ、まあ、ここトイレもあるし着替えるとこもあるし、もうすごい快適なとこです。もう秋の浜何回も来られてるんですか？そうですね、うん、もう結構来てますね。まあ、ニタリとかもちらっと見たこともあるし、やっぱね、なんか持ってるのかもしれないですね僕。あと大体晴れてる、ちょっと晴れ男なんでね、大体晴れてますね。今日良かったですね、僕と一緒で晴れてるし。誰かこいつ黙らせて。え、ニタリって結構深場に出るんですか？あ、深い、めっちゃ深い、5、60メーターぐらいまで行っちゃう。さすがにね、皆さんはちょっとデコ出るんでね、やめた方がいいと思うんですけど、僕はちょっと慣れてるんで行っちゃうことあるんですけど。ダメだよ、行っちゃ。そこの急坂がね、いや、さすがだな、あさみさん、これもう順調に飛ばすなんて、さすがだわ。素人はね、ここでタイヤ滑らしますからね。今日めっちゃ人少な、うわ、ラッキー、めっちゃラッキーだな。おざーす、おざーす。向こうもびっくりするわ。オーライ、オーライ、オーライ、オーライ。適当にオーライ言うな。オーライ。あ、いい感じですね、いい感じ。もうタンクどんどん積んじゃいますね、これ。あ、ね、まずね、2本目を手前に出しましょう。やる気はすごいあるんだよな。あ、岡田港なんてあるんですね。あれ、岡田なんですよ。あ、ほんとだ。あ、やっぱ初めての人だと岡田って読んじゃいますよね。いや、そうですね、読んじゃいました。岡田です、岡田。岡田って言うんですね、はい、いや、初めてだと岡田って読んじゃいますよね。岡田なんです。あんたも岡田って読んだ口だろ。ここのカインドさん来たらもう完全にこの鍋焼きうどんですね、はい、なんでこれ4つにしましょう。すいません、鍋焼きうどん4つで。ちょ、勝手に注文しないで。ピックアップ時間になってんのに全然来ないな。あ、やっと来た。ね、北馬とは問題ないです、うん、これ。あ、皆さんお揃いで。あんた町だわ。あれ、カバンどうしたんですか？あ、カバン。おい、みんな待ってんだぞ。スマホいじってんな。少しくらい急ぐそぶりを見せろ。じゃあ、どうもどうも、行きますか。
ここって柱状節理見れるんですか？あ、見れます見れます。あんた常連だから柱状節理見たことあるんじゃないの？結構ちっちゃいんでね、まあ見れる時と見れない時あるかもしれないですね。あ、そうなんですね、うん、そう、まあなんか穴とか入っちゃうとね見れないかもしれないですね。はい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 、で今日見れるといいですね。見れるといいですね。はい、ゲストさんこいつじゃなくてガイドさんに聞いて。次どれぐらいで行きます？あ、みんなが元気だったらあまり休憩しないで行きましょうか。あ、もうみんな元気ですよね。もう全然もう元気なんですぐ行きましょう。みんなの元気を勝手に決めるな。今日でお支払い何ができるんですかね？多分カフィノさんカードとか使えるんじゃないですか、うん、まあでも僕は結構常連なんで、まあ、付けで買いますけど。付けで？いや、付けはないんですけど。あなた本当に常連なの？付けは今日はちょっとやってないこれ。そうなんですね。15時30分発栗浜経由東京行き2220便セブンアイランド愛をご利用。これ青梅牛です。私見たことないんですよね。あ、そうなんですか。はい、じゃあ今回見れるといいですね。そうですね、はい、これねめっちゃいるよ。めっちゃ見た。なんかねすぐもう見つけられるこれ。へ、うん、簡単簡単。あさみさんがもうすぐ見つけてくれる。へ、簡単簡単。楽しみにしてます。はい。